皆さんこんにちは。今回はコニファーの第4弾としてエレガンティシマの剪定を取り上げてみます。コニファーという括りで言ってしまうと、コヤマキでも貝塚イブキでもヒノキでもみんなコニファーなわけですけれども、私は昔から日本にあるようなものを除いた海外から入ってきたものをコニファーと呼んでいます。エレガンティシマは日本に昔からあったこの手柏の園芸品種です。昔からあったこの手柏はコニファーに比べればまだ成長が遅く、木もあまり大きくならなくてよかったのですけれども、毎年大きくなっていくのを止められない木であることには変わりありません。管理を怠ると中の方が枯れ込んで、なかなか小さくできなくなってしまいます。広い外国とは違って、日本にはコニファーを自然樹形で眺めるようなそんな広い土地はそうありません。植えた当初は良かったんだけどね、というのがコニファー共通の評価ではないでしょうか。こちらは16年前に自分で植えた木ですけれども、毎年手入れをしてきましたが、10年でこのぐらいの大きさになり、今年は高さを少し下げましたけれども、葉張りはどうにも詰められません。これから動画でご覧いただくお宅も毎年手を入れている現場です。最初に手を入れ始めてからもう20年になります。これは10年前の写真です。途中で2本植え足して今は5本になっています。通路脇ということもあって、なるべく大きくしないように20年間管理してきましたけれども、それでもこのぐらいの大きさになってしまいました。それでは今年の手入れの様子をご覧ください。まずは枯葉を落とします。もしどうしても時間がなくて、この1本の木に5分しかかけられないとしたら、あなたは何をするでしょう。ちゃちゃっと刈り込んで体裁だけ整えるでしょうか。私だったら枝先を切ることよりも古葉を落とすことを優先します。なぜなら木の中に光を入れて中枝が枯れるのを防ぎたいからです。枝先を切ることは次回でもできますが、枯れた中枝を取り戻すことはできません。このように枯葉がここに積もっているとしますと、日光が遮られて中枝は枯れてしまいます。中枝に切り戻したいと思っても、もうそこに枝がなければ小さくすることはできません。次回切り戻しするためにこの枝はどうしても残したいわけです。このような状態で枝先を切ってしまいますと、切ったところから新しい芽が吹きます。そこに栄養が集中してしまい、中枝は見捨てられてしまいます。ましてやこの中枝は古葉が積もって光が当たらないわけですから、淘汰されてしまいます。切り戻して小さくしたいときに、もう切り戻すべき中枝がなくなっているということです。この枝がなくなってしまったとすると、もう一つ枝先の方の枝を使うしかありませんので、いくらも詰められないということになります。そういうことにならないように、この枯葉をとりあえずは除いてやって、中に光が入るようにして、この中枝を守ることが大事です。優先すべきは今体裁を整えることではなく、次回のために準備をすることだと私は思います。この中枝さえちゃんと守っておけば、次回この枝先を切り戻して小さくすることができるのです。今回は時間があるので古葉も落として剪定もします。
毎年手を入れていればもう枝の流れはできていますので、枝先を切り詰めるだけで作業は済みます。何の木でもそうですが、木の上の方というのは養分が行きやすいので茂りやすくなります。どうしても頭の方は濃くなりがちですので、意識して不要の枝は抜きます。またコニファーの特徴として、複数の芯を、要するに梢を複数立ててきますので、それをうまく整理しなければなりません。例えばこういう新たに立ってくる芯です。まあこれが理想の形だとしますと、例えばこういうところから立ち枝というか新たな芯が立ってくるんです。まあ本来の芯はこれはこれで伸びていくんですけれども、この脇から出てきた芯も元の芯に負けないくらいの勢いで伸びてきます。放っておくとこのように芯が並んでしまうわけです。そして時間が経過して、ある時この木を少し小さくしようとしたとします。その時にやはり芯が2本立っているのはうまくないので、この後から出てきた青い方の芯を抜くとします。しかしもうこの段階ですと、この2本のそれぞれの芯が茂っていますので、お互いの接っている部分が枯れ込んでいます。もう元の芯の左側の部分は枯れ枝になってしまっていて、先ほどの青い方の芯を抜くとここがぼっこりと開いてしまいます。もうこうなってしまうと美しい円錐形を取り戻すことはできなくなってしまいますので、芯になっていきそうな立ち枝が出ていたら早めに取らなければなりません。と申しましても、あえてこの芯を切らない場合もあります。放っておいてはいけないんだということだけ意識していればいいわけです。例えば高さを下げたいときに元の芯をなくして、先ほどの脇から出てきた新しい芯を新たな芯にするという方法もあるからです。今回のこの剪定ではあえて新しく出てきた芯を残しています。気づかずに複数の芯を放置してしまうのと、あえて分かっていて残しているのとは大きな違いがあります。ところでこの枝先の切り方なんですけれども、私は外芽を残して切ることが多いです。なるべく輪郭を小さくしたいということを考えますと、内芽を残して切った方が距離は縮まるような気もします。このようになります。でもそうすると、この内芽を残して切ったこの切り口が目立ってしまうんですね。なので私は外芽を残して切ることの方が多いです。内芽残しでは絶対に切らないということではありません。なんとなく私の感覚ではこのように詰めた方が切り口が目立たず良いような気がするからです。
もう少し深いところの外芽、ここで切ったとしますと、この枝先の葉っぱが減ったことによって、この枝自体が軽くなって上に持ち上がるわけです。上に上がるということは、つまり外芽で切ったとしても、距離的には内側に向かっていくわけですから、切り詰めを深くしたのと同じようになるわけです。このように枝先を切ることによって枝が軽くなり上に上がるということも考慮しながら切ると良いでしょう。外芽残しで切ったり内芽残しで切ったりしているのが分かると思います。なるべく葉っぱを切らないように軸のところで切るようにしています。葉っぱを切ってしまうとしばらくして切り口が赤くなり見苦しくなるからです。刈り込みバサミで刈り込むと刃先を全部切ってしまいますので切り口が全部茶色くなります。それが見苦しいと私は思うのであまり刈り込みバサミを使うことはありませんけれども、全く使わないかというとそういうわけでもありません。あまり人目につかないところや現場の状況によっては刈り込まざるを得ない場合もあります。要は時間と予算との関係です。刃先を切ってしまうなら刈り込みバサミを使った方が早いに決まっています。木バサミを使っているのに刃先を切ってしまうというのは何か無駄なような気がします。刈り込みと切り戻しの違いについてもう一度説明しておきます。刈り込みというのは刈り込みバサミを使ってこのようなラインで枝先を切り揃えることです。輪郭を揃えるということだけではなく枝先の芽数を増やして密にするというのがこの手入れの目的です。切られた芽先のそれぞれから新しい芽が吹きます。木の表面が密集してくるので中の方の日の当たらない部分は枯れていきます。次の手入れの時にはその伸びた新芽をまた外側で刈り込むということになります。さらに枝が密になって中の方の枝は枯れていきます。これが刈り込みという手入れ方法です。これに対して切り戻し剪定は中枝がまだ生きているうちにそれを使って木の大きさを小さくしていきます。木バサミや剪定バサミを使ってこのような部分で切ります。切り戻された枝はそこからまた成長して新しい葉っぱを作っていきます。切り戻しを行うと刈り込みの時のように枝先が密集するということがありません。新しく出た枝をまた切り戻すという作業を繰り返していきます。刈り込みがいけないと言っているわけではありません。刈り込みながらも中の枯葉をきちんと取ったり刈り込む頻度を増やせば美しい木は作れます。樹種によってはやはり刈り込みには向かないコニファーもありますけれども、例えばこのレイランディなどは芽が詰まってとても美しいと思います。私もレイランディの生け垣などはこのように刈り込みを使います。残念なのはこのように芽先が赤くなってしまうことだけです。エレガンティシマの剪定作業に戻ります。
木の輪郭が小さくなっていく様子は早回しの方がよくわかるかもしれません。ここから先はもう解説はしませんので、お時間とご興味のある方だけご覧ください。このように手入れした仕上がりを、正直なところ私はあまり良いとは思っていません。
やはりこの手のコニファーは自然樹形で自由に伸ばしてやったのが一番良いような気がします。日本に生えているからこのようになってしまうのではないでしょうか。木の特性が生かされているとは思えません。苗木を植えて自然樹形で自由に伸ばしてやり、数年間楽しんだら大きくなりすぎるでしょうから、そしたらまた新しい苗木に植え替えていくという楽しみ方はできないものでしょうかね。ご視聴ありがとうございました。